ルーズサークルはほとんどのパーツのスタートになります。最初の 2,3 巻きはしっかりと巻きます。その後はあまり力を入れずに巻きます。巻き終わりは少し力を入れ締めます。まだ接着剤はつけません。紙をクイリングバーから押し出すように外して平らなところに放ち置き、渦巻きが広がるのを待ちます。紙が広がり終わったら接着剤をつけます。そして指先で押さえ完全に乾くまで待ちます。大きなルーズサークルは押し出したものを平らなところへ放ち置きせずに直接手に取ってから接着剤をつけます。